時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね。道端で眠ったこともあったね。どこにも行けないみんなで、お金はなくてもなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。一枚残った写真をご覧よ。ひげ面の男は君なで、どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じ朝に見果てぬ夢を描いて走り続けているよね。どこかで